どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。アキです。今回は白抜くプロジェクトの白抜くプロジェクトの縛りプレイを初心者のアキさんと一緒にやっていきたいと思います。初心者です。はい。アキさんがどれほど初心者かというと、説明するよりはターンを見てもらった方が早いかな。まず僕のターンを見てもらいたいと思います。だいたいこんな感じですね。左のこのこれレストランです。であと2つは研究所ですね。ステータスを上げるためのやつですね。でランクが今141段で、クラスが空の英雄10段となっています。これランクって段なの？141段言うだけ。ランク141段って言った僕。ランクは141。クラスが10段。ごめんね、変なツッコミして。間違えた？僕間違えたかな。では、アキさんのタウンを見に行きたいと思います。夢の街を見ろ、アキさんのオーブだ。アキさんとフレンドになったのにそこまでやってた。なんかログイン日数が結構前に。一言いいやろ、早く一人前になりたい。すごい、ちょっと加速化してるというか。だってほら、僕のタウンとちょっと比べたら、ほら、なんていうの、この。だって、一軒やろ。一軒タウンのレベル今3くらいかな。町長やね。町長なの？そう。はい。では、これでアキさんがどれほど初心者かというのが分かっていただけたと思います。こんなアキさんと一緒に、こんなアキさんって言ったら失礼か。このアキさんと一緒に、協力バトルの二人激闘をやっていきたいと思います。まあ、縛りの内容としては、アキさんを死なせてはならないという。まあ、ボディーガードってやつよね。そうですね。アキさんをボディーガードしながら行きたいと思います。アキさん、クエストを選んで。難易度9ぐらいかな。難易度9、はい。でね、3つあるけど。一番下、友情のブレイクスルー。うん、僕が作る？うん、作って。オッケー、了解。パーティーを結成。これどうすんの？タッチして、パーティーに参加ってとこで、68508って入れて。お、参加。クリアをする。クリアをしたらあかん。はい、来ましたね。どうよ。アキさん、最初のキャラガチャでルーシア当てたもんね。うん。いいのか悪いのか分かんないけど。いやー、十分強いよ。今でも十分強いよ。ガチャ運だけはね、なかなか。ガチャ運かなりあるよね。羨ましい。しかもランク27。いいね。懐かしいよ。27の頃。頑張れ、SP。では、やっていきたいと思います。準備完了。OK。では。よろしく頼む。今のルーシアにお辞儀させた方が良かったかな。やり方がわからへん。やり方としては左下に矢印あったでしょ。覚えてない？戻る？いや戻れないね、戻れないね。よし行こう。まだか。もうちょっと待とうか。さて、アッキさんのボディーガードをしながらクエストをクリアしよう。友情のブレイクスルーだったよね。友情のブレイクスルーか。どんな敵が出てくるのかちょっともう覚えてないな。アキさん準備中。喧嘩ならいつでも買うぜ。よし、ついてこい。ついていきましょう。あ、ついていくの。守るよ、守りますよ。赤いなんかマークが出るでしょ、たまに。なんか地面に赤いやつ、地面に赤いなんかターゲット捕捉みたいな感じのマーク。ちょっと待って、アッキさんどこにいます？今アッキさん、ちょっとそこ転がってきてください。アッキさんちょっと待ってください。ちょっと待って、アッキさんちょっと待ってね、ちょっと待ってね、ちょっとその場で待機。待て、待っていきましょう。回復 OK ですね。まあ敵全滅してないけど、どうします？覚悟する。どんどん行こう。行く？じゃあ、こっち側にどうぞ。右が、右上に、右上に。いや、いい。
さあこのステージが難関なところですね。これボディーガードする必要あるのかなっていうくらい強いんですけど、流星さん逃げるんかい。待って、流星が後ろには戻れません。ちょっと流星さんそこでお待ちください。待てっていうか、下になんか地面に出てない、今大砲の弾が飛んできたとこ、あそこに立ったら あの特殊系に近いダメージ食らうから気をつけて。ちょっとアキさんこっち来て。ちょっと待って、なんでやばい、アキさんやばい。ちょっとそこで待機、回復します、よろしく。あぶねえ。守る対象が死にかけるっていう。よいしょ。大砲の下が安全って聞いた。いや、大砲の下は安全っていうよりは逆に危険。ちょっと待ってね。はい、そこにちょっと待機お願いします。回復を。ピー。よいしょ。ピー、違う。あー、キさん行きましょう。アキさん行きましょう。こっちです。右上の方。ついていきます。走り抜きましょう。あ、ここやばい。やばい。やばい。なんで僕、呪詛装備してきた？呪いの槍。ちょっと待って。アキさーん！逃さない。ちょっと上に来てくださります？アキさん。お、アキさんが暴れてる。アキさん結構守られるようなキャラじゃないんだけどな。アキさんは大丈夫かな、これで。ご利用しだ。アキさんを守るためならご利用しだ。アキさん下にいてきますよ、いっぱい。いけ。アキさん大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、アキさん回復しましたよ。さて、これでどうでしょう？次が確かラストかな？さあ、逃げるぞ。逃げるんだね。強そう。エビルシザーズが現れた。アキさんは死なせない。アキさんを死なせない。アッキさんを死なせない。アッキさんを死なせない。大丈夫か。なあ、ああちょろい。どうや、ちょろいぜ。私としたことが僕逆の方向。余裕だぞ。余裕って言うけど結構結構きつかったんだけど、頼りになるぜ、ミト君。まあ、伊達に10段いってないよ。すごいね。こっち13段だよ。13段じゃなくない？あ、違うわ。戦士3段だ。百戦錬磨の戦士3段だよね。まあ、確かに戦士の死って10にも見えるね。13段やと思ってた。13段、僕より上だよ。はい、ということで、今回は、さんのボディーガードをしながら二人激闘クエスト星9の友情のブレイクスルー行ってきました。はい、白猫は強いフレンドを持つ。これがね、クリアというか上達の近道っていうことですね。ですね。僕も近くにね、強い味方がっていうか友達がいたんでね、その人にいろいろと技術も教えてもらいましたから、うん、じゃあこれからも SP よろしく。あ、続くんだね。はい、それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではバイバイ。バイバイ。